ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話を紹介するの？今回は、借りパクしたものがとんでもなくヤバいものだった話などには紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、当チャンネルの怖い話をより楽しんでいただけるメンバーシップの会員募集中です。詳しくは概要欄をご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、仮パク、1日、1ミリだ。仮パクはダメよね。まあ、結果的に、ということではあるんだがな。それでは聞いていただこう。仮パク。長いし、読みづらいかもしれませんので、嫌な人はスルーしてください。なんか、怖い話の実体験ない？って家族に聞いてみたんだけど、そしたら、俺の話題が出てきて、びっくり。意外にも、俺、幼稚園入る頃に、お祓いしてもらったことがあるらしい。俺は全く覚えてない。親父お袋が言うには、もしかしたら、俺含め、家族みんなが、たたりこ、されてたところだったかもだって、笑いながら言ってたけど、ほんとかよ。んで、そのお祓いの話は、こんなだった。うまくまとまるかな。まず、親父と俺は、ドライブ行ったんだ。つっても、近所まで。田舎だから、山の峠道を、車で。その頃は秋で紅葉が見事で、車から降りてしばらく森林浴しようかと、適当なところに車止めて散歩したって。俺はドライブ好きだったから、かなり興奮してうろちょろしまくってたらしい。物拾っては投げ、走り騒ぎ、大はしゃぎ。山ん中だから、ヤッホーとか叫んだり、テンション上がりまくり。で、暗くなる前に帰るかって時に、俺、断固拒否。もっと遊ぶ、ってわがまま発揮する俺に困った親父は、また明日連れてってあげるからって約束して、ようやく家に連れ帰ったんだって。家に帰ってから、俺は本当に次の日同じ場所に連れて行ってもらうためか、ポケットから何か物を出してこう言ったと。これ借りてきたから、明日もう一度行かないと、これ返せないからね。借りてきたってなんだよ。ってそのものを見たら、鉄くずみたいな、錆びたボロボロの何か、子供服のポケットに入るくらいのゴミ、何でも拾う癖のある俺だったから。いつものようにお袋は、そんなもの捨てなさいって、俺からそれを取り上げて、庭にぽい。もちろん、俺を泣き。当然、次の日ドライブには行かなかったって。約束なんて、俺を連れ帰る口実だったから。だいたいここまで書くと、もうオチわかってると思うけど、このことが原因で、たたりが始まったと。ドライブの日から翌々日の夕飯時、泡吹いて奇怪な行動をとる俺を見て、親父が異変を察知。首ブンブン振るわ、一点見つめて笑うわ、同じ方向に向かって走り、壁に激突。鼻血出しても、また同じ方に走ろうとするわ。子供の感触じゃ済まない挙動だったらしい。また、その翌日から、田舎特有のご近所ネットワーク発動。昼間から、向かいのおじいさんは狐だ、隣のおばあさんは山神だと、熱く議論するほどだったそうな。そんな議論なんてどうでもいいから、早く俺を直してしまいたいお袋は、檀家してるとこの坊さんに電話した。じいさんばあさんの議論をどうにかしたいのも含めて、俺の異変がたたり絡みなのかを、ダメ元で見てもらうために、坊さん、電話に出た途端、ものすごい剣幕で、何やったんか、と激怒。お袋は、もしもししか言わなかったのに、いきなり怒鳴られ、わけわからんかったと。〇〇の家ですけど、言うないなや、今から行く、子供外に行かんよう、柱に縛っとけ、と電話切られて、お袋ポカーン状態。なるほど、確かに暴れる俺は、どこかに行こうとしてるみたいだということで、坊さん車で親父ががっちりホールド。そしたら、親父まで気分悪くなってきた。寒くなってきた、まだ秋なのに、ガチガチ震えた、体重くなった、目が回ってきた、とか。精神的なものかもしれないが、あの時は本当に気分が悪くて、お前話して楽になりたかった。でも話さなかった。なんという親父愛。そうこうしてたら、玄関から坊さんの声が聞こえてきた。仕送れ、わしにかけれ、早く。って、家に入るのに塩かけるのか？普通逆じゃね？ようやく俺の様子見た坊さんは、気分悪くて死にそうな親父からドライブの話を聞いた後、しばらく家の中うろうろして、剣ないか？剣なかったか？って、鉄くずが剣だったんだろうな。多分、お袋は、そんなものない。って告げると、いよいよ坊さん青くなって、やばい、あんたらの一家やばいぞ、どうしよう。と、お袋、散々脅されたらしい。んで、お祓いの儀式。俺は縛られ、親父は寝込み、そのそばで、お経を読む坊さん。狐だ山神だ言ってたおじいさんおばあさんも一緒に、もう雰囲気が恐ろしかったらしい。まさか、我が家でこんなことになるなんてって。結局、お祓いは成功っぽかった。親父はすぐに良くなったが、俺は数日かけて払ったんだって。
お寺に通い詰め、ことが済むまで、ドライブの日から実に3週間。なんか、俺が山で借りてきたものを返さなくて、それが原因で貸主が俺をたたって、家まで取り返しに来たのを坊さんが無理やり追い払ったって言ってたそうだ。払ったっていうのか、これ。貸主が何かはわからないし、ポイ捨てしてしまった鉄くず？借りてきた剣？は、見つからなかった。っていうか、探さなかったって。またたたられると怖いからと。もしかしたら、20年近く経った今でも、庭にあるかも。そんなもんほっとくなよ。先日投稿したものですが、あれからの進展を報告します。っていうか、進展してませんけど。まず、庭に捨てられた鉄くずは、見つかりませんでした。どの辺にポイしたかも、大体でしかわからない上、20年近く経ってますから。親父と一緒にドライブした場所にも行ってみましたが、剣どころか、鉄くずもありません。やしろ、道祖神、地蔵も何にもありませんでした。そして、お祓いしてくれた坊さんは、すでに亡くなっていました。今は、その息子さんが住職をしていて、我が家のお祓いの出来事について聞いてみましたが、覚えていないらしいです。お祓いの記録もありませんでした。ドライブした場所についても聞いてみたところ、先代、住職の親父さんが、たまに行くような、確かに何かある場所だったみたいです。しかし、その何かは知らされてなくて、今では見に行くことはないとのこと。親父お袋の作り話かとも思いましたが、真偽は俺にはわかりません。なんだか、パッとしない結末ですみません。収穫としては、今の坊さんと仲良くなったことでしょうか。寺で飲み明かしました。かなり面白い人で、いろいろ話を聞けそうです。ここまでが、家族から聞いた俺のシャレコア話。物を借りパクして貸主追い返して、未だ借り物を返さず、ノウノウと暮らす俺って、ちょっとあれかも。悪者かも。今度、その坊さんに話聞いてみようかなって思ってる。なんかわかったら、また書きます。長々すいません。おしまい。一日、一ミリ。その日、野村は某観光地に来ていた。妻が、そこの有名な祭りを見たいというので、有給を取り、小学生の娘二人を連れて、家族四人でやってきたのだ。夏の夜、大きな神輿を担いだ男たちの喧騒は迫力満点で、直に見なければ味わえない感動がある。夜の神輿ということで派手にライトアップされ、その華やかな姿に妻や娘たちは、すごい、とはしゃぐ。祭祀が祭りに見とれる中、野村は家族がはぐれないか、怪我をしないか、そのことばかり気にしていた。こわもてと言われる野村が、2メートル近いごつい体を縮めて家族を守っている。そのギャップは見る者を微笑ましくさせた。おかげで祭祀ほどは楽しめなかったが、3人が喜んでいるので彼は満足だった。祭りが終わり宿泊先のホテルへ向かっていると、不意に肩を叩かれた。え？振り返った先に、野村ほどではないが、これまた大きくてこわもての男がいた。よしみ。中学校の同級生だ。まさか遊びに行った観光地で会うとは。久しぶりだな、野村。唐突に申し訳ないが、積もる話もあるし、ちょっと話せないか？笑顔ではあったが、よしみはなんだかやつれていた。野村こそ、よしみに聞きたいことがたくさんあった。妻子をホテルに送ってから戻ると、よしみは嬉しそうに手を振って迎えてくれた。お前も祭りを見に来たのか？尋ねる野村に。違う、俺はこの付近に住んでいるんだ。通りかかっただけだ。と、よしみは意外なことを言った。こんなところまで引っ越したのか？ここは地元からかなり遠い。遠くに来たのは、やはりあの件と関係があるのか？なあよしみ、お前まだいろさかと、後でな。野村の話を、よしみは短く鋭く遮った。安全な店がある、そこの個室で話そう。絶対に迷惑はかけないから、信用してくれ。安全な店って、と思いながらも、野村はよしみについて行った。歩きながら、野村は中学時代を回想した。2年生と3年生の時は、楽しくなかった。なぜなら、2年続けて、嫌な奴と同じクラスだったからだ。いろさか、思い出すと、今でもうんざりする。彼を思い起こすのに、まず浮かぶのは、完璧に整っていた、そのルックスだ。男にしては小柄だが、小さな顔は絵に描いたように綺麗で、人目を引いた。顔を見に、他校の生徒も、よく押しかけてくるほどだった。家が大金持ちで、勉強もスポーツもできて、マルチに活躍していた色坂は、なぜか、性格はねじ曲がっていた。何の不自由もないだろうに、不良グループに入って、いつも威張っていた。そんな奴なのに、不思議とカリスマ性があり、また、人の懐に入るのもうまかった。先生や先輩からも可愛がられ、何かやらかしても、大抵のことは、彼らがかばったり、大金持ちの親が、金の力で黙らせていた。背が低いのを、コンプレックスに思っていたようで、それを埋めるかのように、身長が高い不良仲間をはべらせていた。
子分を従えて、いつもみんなの中心にいるエロ坂は、悪いことはかっこいいと思い込んでいた一部の生徒からは、絶大な人気があった。そういった連中に憧れの目で見られ、調子に乗ったエロ坂は、自分は何をしてもいい人間だと、勘違いをしたようだ。彼は自分の気に入らないものに容赦がなかった。仲間に暴力を振らせたり、いめさせたりした。それがバレても、エロ坂自体はやっていないので、カレーのお咎めはなかった。代わりにやった奴らが怒られたが、異常なほどにエロ坂に尽くす彼らは、気にしていないようだった。エロ坂の圧倒的なカリスマ性と、彼が何かにつけて払ってくれる大金に、誘惑されたのだろう。野村は、中学の頃からがたいが良く、彼もまた、スポーツや勉強で活躍していた。そんな野村に、エロ坂は近づいてきた。中学2年生で、すでに180センチを超える長身で、格闘技経験もある野村を、友達という名の部下にして、自身に貫禄をつけるつもりだったのだろう。だが、エロ坂の度重なる悪事を知っていた野村は、彼に全くなびかなかった。それからが面倒だった。ことあるごとに、エロ坂は野村に突っかかってきた。自分の部下たちに集団で襲わせたり、嘘や盗みの冤罪をかけてきた。毎回いろいろとかばってくれたのは、エロ坂の親友である、吉見であった。吉見は、野村だけでなく、エロ坂が誰かに害をなそうとすると、それをなだめたり、止めようとした。止められなくても、やりすぎになる前には、必ず抑えてくれた。そのおかげで、大怪我をしたり、自殺をするほどに追い詰められた者は、少なくとも、中学校ではいない。優しくて誠実な吉見が、色坂のそばにいるのが不思議だった。後々聞いた話によると、二人は幼馴染みで、吉見の母親が、色坂家の家政婦をしているということだった。だから吉見は頭が上がらないのかな、と野村は思った。とにかく、あの2年間は、毎日が戦争だった。何を仕掛けてくるかわからない敵がいる。しかも、狡猾で厄介だ。自分の友達にまで危害が及ぶと嫌なので、野村は自ら孤立した。なるべく誰とも話さなかった。昼食も一人で取った。周りも野村の巻き込みたくない気持ちを理解し、巻き込まれたくもなかったので、誰も彼には近寄らなくなった。そんな中、吉見だけは誰もいない時限定だが、話しかけてくれた。ごめんな。いつも謝っていた。色坂の仲間になれば、こういった目に遭わなくなるだろうが、野村は絶対に嫌だった。色坂の全てが気に入らず、そんな奴の配下には、絶対になりたくなかった。結果、修学旅行も一人で巡ることになり、これはかなり辛かった。吉見についていき、人気のない路地裏にある小さな店に入った。店員とは馴染みのようで、すぐに個室に通してくれた。来てくれてありがとうな。さっきはびっくりしたよ。まさか野村にこんなところで会えるなんて思わなかった。こわもてな吉見が、心底嬉しそうな顔をした。こっちも驚いたよ。25年ぶりだな。家族と楽しく過ごしてる時に声かけてごめんな。どうしても話したいことがあって。うん？吉見が話したいこと、それはきっと色坂のことだろう。色坂は現在、指名手配犯だ。色坂を覚えているか？忘れるわけがないだろう。子供の頃から最低で、現在は犯罪者だ。卒業生で一番有名だろうな。中学時代は悪かったな。お前のせいではないさ。お前はいろいろかばってくれたし、感謝している。野村の言葉に、吉見は黙って頭を下げた。そして、中学を卒業してからの話をしてきた。それによると、二人は別の高校に行ったが、吉見の母親は住み込みの家政婦だったことから、色坂との交流は続いたという。吉見は高校を卒業して働き、色坂は一流大学を出て、一流企業に入った。だが、色坂の悪い性格は変わっていなかったらしく、問題を起こして会社をクビになった。学生までは許されても、社会人になったら、許されないことはたくさんあるのだ。色坂はその後、美貌を生かしてホストになり、そこで一人の女性とトラブルを起こす。どちらも悪かったのだが、女性の夫が反社の親分だったことから大騒動になり、色坂の親が別の反社のボスに仲裁をお願いする羽目になった。そこで終わればよかったが、今度は色坂が反社のボスに陶酔し、仕事を手伝っているうちに犯罪行為を重ねるようになってしまった。気がついた時には、被害者を何人も自殺に追い込み、警察からも指名手配されていた。色坂は卑怯にも逃げたが、彼の両親は被害者やその遺族に賠償金を払い続け、とうとう破産し、心中した。逃げた色坂は、親友である吉見にだけは、こっそり連絡を取り続けた。直接会ったりはしなかったが、数年前に仕事を辞めた時、色坂に呼ばれて会いに行き、そのままこの地に住むことにしたという。そうか、この地に色坂はいるのか。ところで、なぜ、あんな奴とまたつるむことにしたんだ？当然の疑問だろう。色坂のご両親には、借りがある。俺の母親は、高校時代に病気で死んだが、
ずっと世話をしてくれてたんだ。息子に甘かったり、金で解決したりするようなところもあったが、基本的にはいい人たちだった。逃げ回っている息子に心を痛めていたよ。だから俺は、いろさかに自首を進めるために、ここに来たんだ。だが、と吉見は言った。いろさかがついていた反社のボスも、いろさかをかばうためだけに、かくまっているのではなかった。彼が知っている秘密が漏れないように、軟禁も兼ねていたのだ。のこのこやってきた吉見にも秘密を守らせ、現在二人は同じマンションの一室に住んでいるという。ただ、吉見には自由が与えられ、外出も労働も好きにできるらしい。それでも時々、ボスの配下の者たちがやってきて、裏切らないかチェックはされているそうだ。お前、それでいいのか？野村はなんだか腹が立った。辛くはないよ。チェックに来る奴らとも仲良くしている。監視は名目だけで遊びに来てる。ボスも、いろさかの存在さえ漏らさなければ、奴の面倒は見なければならないけど、マンションを出てもいいと言ってくれている。そうか。ってお前、俺にいろさかの存在をバラしてるぞ。ボスにバレたら、俺も危ない目に遭うかもしれないじゃないか。迷惑はかけないと言っていただろう。そんな野村の物言いに、吉見はふふんと笑った。迷惑なんてかけてないだろう。お前は警官なんだから。知っていたのか。とっくに調査済みだよ。そうか、と野村は破顔した。そもそも、吉見について言ったのは、いろさかの居場所を聞き出すためだった。だが、簡単に教えてくれた。詳しい住所まではわからなくても、この辺を調べれば、すぐに見つかるだろう。いろさかを逮捕してほしいんだな。お前に手柄を作ってやれれば、少しは、中学時代の罪滅ぼしになる。いろさかにも、罪を償わせられる。一石二鳥なんだがな。そこまで言って、なぜか、吉見はため息をついた。本当に、野村に手柄をあげられたらよかったんだが。なんだ？問題があるのか？聞いてくれるか？野村の返事を待たずに、吉見は真剣な顔で、奇怪な話をしだした。吉見によると、いろさかと暮らすようになったのは約6年前だ。反社のボスの圧力で、いろさかを自首させられないまま数年が過ぎたある日、夜中に悲鳴が聞こえた。いろさかの寝ている部屋からで、中に入ったら彼がヒーヒー言っていた。声をかけても、ブルブル震えて要領を得ない。ようやく落ち着いた頃に、何があったか聞いたら、1日1ミリ。と言ったという。何が？の問いには、1日、1ミリ呪われる。と答え、そのまま意識を失った。翌日になり、詳しく聞くと、いろさかは夢で真っ暗闇の中から、子供のような、女のような声で、1日、1ミリ、と言われたそうだ。なんだ、夢か。と笑った吉見に、いろさかは、ただの夢じゃねえよ。俺は、1日1ミリの呪いをかけられた。と激しく動揺していたという。1日1ミリ、何がどうなるんだ？と聞いても、わからないらしい。そしてその日から、いろさかは、体操を着込み出した。そこまで聞いた野村は、映画のリングみたいに、貞子みたいなのが、毎日1ミリずつ張ってくるとか？と口を挟んだ。それなら、近くに来る前に、なんとか対処できるだろうな。最悪、逃げちゃえばいいんだし。ならば、何なのだ？最初に異変に気づいたのは、監視役の男だ。俺は毎日見てるから、気がつかなかった。彼は俺に言った。いろさか、小さくなってないか？と。吉見は続けた。まだ30代だし、いくらなんでも背が縮むのは早いだろうと、その時は笑ったんだ。その次の日くらいかな、いろさかの手の指が、やけに細いことに気がついたのは。えらく奇妙な話になってきたな。野村は、心の中で思った。いろさかは小柄だが、男だ。じっくり見たことはないが、手はそれなりにごついはずだ。だが、気がついた時、あいつの指は、端の一本分くらいの細さしかなかった。どういうことだ？一日一ミリずつ背が縮み、それに伴い、体が細くなっていったら。野村は、思考が追いつけなかった。一日一ミリなら、一ヶ月では？待て待て待て。野村、一日一ミリで、一ヶ月経ったら？あ、30ミリだ。喘ぐように言った。そんな野村に構わず、吉見はさらに。では、一年では？と聞いてきた。一年だと、365ミリ、約36センチだ。年寄りでも、そんなに背が縮むことはないだろう。おい、変なこと言うなよ。野村は、馬鹿にされているのかと思った。だが吉見は、真剣な目で見つめてきた。よく聞け、野村、これは、3年以上前の話だ。その後、まずは見てくれと、吉見は野村を住まいに案内した。こんな簡単に、逃走犯の居場所が分かってしまうとはと、野村は複雑な気持ちになったが、まずは、吉見の話の真偽を確かめなければならない。二人が住むというマンションは、外観も内観も、大層オシャレで綺麗だった。そのマンションの最上階に、いろさかの隠れ家がある。二人の家に入り、その中の一つの部屋の前まで来て、吉見は薄くドアを開けた。
中から光とテレビの音らしきものが漏れてきた。よしみからそーっと見ろと指示をされて覗いた。左側にテレビがあって、真ん中にテーブル、右側にソファーがある。ソファーの上に30センチくらいの何かが置いてあった。男の人形だ。随分と精巧に作られているな。思わず野村は感心した。小学生の娘たちもたくさん人形を持っている。その中には少年の人形もいくつかある。だがここにあるのは若い男の人形ではなく中年男のそれだった。髪は前の方から頭頂部にかけてハゲている。顔はたるみ、シワもある。肌は不健康な感じの嫌な白さをしている。それでも鼻筋は通り、目は大きく、まつげは長い。まるで、かつては美少年だったという設定の人形のようだ。そんなのに需要があるのかと、野村が凝視していると、不意に気配に気がついたような感じで、その人形がこちらに首を向けた。驚いた野村をよそに、よしみは平然と、色坂、帰ったよ。と人形に挨拶をした。おいよしみ、まさか本当に。人形は、確かに色坂の面影があった。すまない、よしみ、あまりにも荒唐無稽な話で、実物を見るまでは疑っていた。気にするな野村、そりゃそうだろう。よしみが野村を連れてきた経緯を聞きながら、色坂は下を向いて泣いていた。声帯も小さいのか、泣き声も小さい。野村はホラーに詳しくないが、呪いが存在したとしても、こんなに体が変わるなんて考えられなかった。野村は色坂を見下ろした。お前は呪いをかけられたそうだが、誰の呪いだ？わからない。そうか、たくさんの人に恨まれて見当つかないか。悪いことをしすぎたな。俺はこのまま、どうなるんだろう。まずは反省して、逮捕されて罪を償うんだ。そうは言っても、こんな姿の色坂を連行したらどうなるんだろう。せめて1メートルはあってほしかった。さっきも言ったが、色坂がこんなにならなかったら、野村に逮捕してもらいたかった。だが、もう無理だろう。よしみが残念そうに言う。そうは言っても、このまま何もしないわけにはいかない。なあ野村、監視役が写真を撮って、ボスに現状を見せたんだ。そうしたら、持ってこいって言われたそうだ。そうか、ならばお前たちのボスが動く前に連れて行かないとな。たくさんの犠牲者がいるんだ。こいつだけ罪を償わないのは許せない。正直、野村の心の奥には支援もあった。色坂はどんどん小さくなっている。明日はもっと小さくなり、明後日はそれ以上に小さくなる。日が経てば経つほどにな。果たして世間は、こいつを色坂として認めるのか？それは。これからも小さくなるなら、裁判が終わる前に、見えなくなっちゃうかもしれない。だが、警察官としての義務は果たしたい。失礼。一言言ってから、野村は色坂の写真を撮った。色坂の事件の担当刑事に友達がいる。彼宛に色坂を見つけたと、体が縮んだ理由の文章も入れて、写メを送った。返事は電話できた。頭がおかしくなったのか？すぐに病院に行け。それだけ言われて、切られてしまった。せっかく見つけたのに、どうしたらいいんだ？野村は苦悶した。そんな野村に、よしみは静かに言った。もう終わらせる。これ以上、人外になる前に色坂も死んだ方がマシだろう。え？驚きの声を上げたのは野村だけではなかった。色坂も驚いていた。おい、何を言うんだよ。俺は死にたくないよ。色坂の訴えを無視して、よしみは話を続ける。今夜、偶然会ったお前は家族を守っていた。優しさは変わらないな、と思ったよ。家族を守るのは当たり前だ。俺には家族がいない。だから、その当たり前もないんだ。お前のそんな姿を見たとき、なんだか幼い頃に死んだ親父を思い出したよ。もし親父が生きていたら、俺に何と言ってくれるかなと考えた。いや、親父だけじゃない、俺の母親や色坂のご両親が生きていたら、全員もう終わらせろ、と言うと思う。よしみの目からは涙が出ていた。色坂は一人、キーキーと抗議の声を上げている。そんな色坂を見下ろし。いいか色坂、ボスはお前を連れてこい、ではなく、持ってこい、と言っていた。もはやお前を人間とすら思っていない。お前をボスに渡せば、あの人のことだ。どう猛な飼い犬の餌にしかねない。そうなる前に、俺が苦しまないように済ませるから。しかし色坂は、泣きながら、死にたくない。を連呼していた。その後も三人は話し合ったが、結果が出なかったので、野村は二人を置いて帰った。どうにもならないことはある。一年後、野村。非番の日、買い物に出た野村は、声をかけられた。振り返れば、よしみがいた。明るい顔で、ニコニコしている。ああ、よしみ、元気そうだな。こっちに帰ってきたんだよ、もうあいつもいない。あいつはどうなったんだ？野村は小声で聞いた。二ヶ月くらい前かな、俺が外出している間に、監視役が連れて行っちまった。その頃は、あいつは1センチくらいで、もう声も聞こえなくなっていたよ。かわいそうではあるけど、自分で始末しなくて済んで、正直、ほっとしている。
そうか、お前は悪くないよ、気にするな。ありがとう、これからはまた地元で暮らすから、また会ったらよろしくな。そう言って、よしみは去っていった。前回会った時とは違って、なんだか品の良さそうな、爽やかな格好をしていた。もしかしたら、彼女でもいて、これからデートなのかもしれない。何はともあれ、これからは他人に心煩わされないで、幸せに生きていってほしい。よしみにも家族ができたらいいな、と野村は思った。色坂は、監視役の男に、木箱に入れられてボスに差し出された。蓋を開けて小さな色坂を見たボスは、嫌悪感を示し、捨てろ。と一言だけ命令をした。監視役は困った。どこに捨てればいいのか？色坂とは小さくなる前からの知り合いだ。こ、スノも、変なところに捨てるのもかわいそうに思い、迷った挙句に木箱から出して森に放した。彼が最後に見た色坂は、アリよりも小さかった。一日に1ミリずつは、やばいよね。ああ、彼のコンプレックスをも考えているとすると、本当に恐ろしい呪いだよな。この動画をご覧の皆さんは、どの話が印象に残りましたか？1、1話目、仮パク。2、2話目、1日、1ミリ。3、その他。よろしければ皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。